ホローソーの殺人は、1946年に、イギリスの小説家、アガサ・クリスティが発表した、長編推理小説であり、探偵エルキュール・ポアロが登場する、エルキュール・ポアロシリーズの作品の一つである。クリスティは後に、次元の中で、この作品に、ポアロを登場させたことについて、ポアロのおかげで台無しになった、ポアロが登場するのは、ごく自然だが、 この物語そのものに合わなかったと述べている。また、作品の舞台となったホローソーは、ブラックコーヒー、ジャークの家でポアロを演じた、イギリスの舞台俳優フランシスエル・サリバン夫妻の家をモデルとしている。アンカ・テル教の誤算に招かれ、ホローソーを訪れたポアロは、プールで血を流して倒れている男と銃を手にし、傍らに立つ女という芝居じみた光景を目撃する。それは、 名探偵を歓迎するための余興ではなく、銃殺された招待客の医師と容疑者と思われるその妻による本物の殺人事件であった。ところが、医師の命を奪った弾丸は、妻が手にしていた銃から発射されたものではないことが判明し、捜査は暗章に乗り上げる。恋愛心理と友情と犯罪心理が複雑に絡み合う状況のもと、ポアロが見いだした真相の先には、 悲劇的な結末が待っていた。1951年には擬曲化された。擬曲ホロー層の殺人として、クリスティ自身が執筆した。ただしポアロが登場しない改変がなされている。A.B. マッシュ文寸、アガサクリスティ大辞典 P177。ありがとうございます。